平日、丸の内の院蘭ンン中国海運という会社から村上雅代宛ての郵便を取りに来いという通知を受けた行ってみると院蘭ンン安本島特別郵便局の検閲済みの消し印のある分厚い一通の封書と赤い風楼でシールされた十立方センチメートルほどの小包みを1個渡してくれた差出人はマリハツ四郎という人で。 心当たりのない名だったが、一応持ち帰ってマサヨに封書を開けさせたところ、手紙は村上茂春の最後の様子と、当時の環境を詳しく放置してきたもので、小包はすなわち茂春の遺骨であった。茂春は娘の夫で、かねて戦死の後方があり、戦没地はシンガポールということになっていたが、実はオーストラリアの北、クイーンスランドというところの、 無人の砂浜で死んだことが分かった重治は中野通信隊附属通信研究所通称中野学校で通信技術を収めていたが今度通信隊長になっていくのですというのでそういうものかと疑いもしなかったが終戦後 M 氏の手記その他によって中野学校というのはどういうことをするところだったかほぼ了解することができた。 以前参謀本部の地下室で海外へ派遣される武漢に特殊な情報教育を授けていた施設を中野電信隊跡へ移し幹部広報生から選抜した要因に偽変怪獣陰謀破壊というような高度の秘密戦教育を施していたもので100,000人以上の卒業生がマレーシンガポールビルマジャワフィリピンモロタイ仏印などの機関基地を中心にして 南方各地で活躍したということだがつまるところ重治もその一人だったというわけである通信隊長であろうとスパイであろうと死んでしまった以上名目などはどちらでも構うことはないシンガポールで死のうとオーストラリアで死のうと残されたものの上に及ぼす影響にさしたる違いがあるわけでもない重治の最後の様子が知れたのは娘にしても老聖にしても非常な満足であり 四郎という人の親切はシャスルにあまりあるのであるけれども老聖が強く打たれたのは未知のインドネシア人の重治に対する例えようもなき深き情愛についてであった当然の次第とはいえ文章はたどたどしく素地もすこぶる意外なものが多く意味の通じかねるところもあるが至るところにほろりとするような愛情の泉が潜められ自分の生涯に くも根徳な政治きやまる美しい手紙に接することは再びあるまいと思わず胆性を漏らしたくらいであったそれは全文カタカナの手のつけようもないもので適当に漢字と口読を施したが回意して文章は既損せざらんことをきした「あなたは村上さんの奥さんですか私マリハツ四郎は一日も早く村上さんの遺骨をお送りし 死なれた時の様子をお知らせしたいと思っておりましたけれども、アンボンも独立戦争で忙しく、今日までそれはできませんでした。今年の夏の初め、当地もようやく静かになり、日本へ手紙を出すこともいいということなので、村上さんのお骨と報告を、戦争後最初のジャワ・チャイナ・パゲットの優先に頼むことにいたすつもりであります。今日、昼、 私一人で村上さんのいられたセラタン町の宿舎へ行ってみました。あれから時がたち、庭の草が長く伸び、ベランダの床の隙間から草が出て、日よけの柱にはウツボカズラが巻きつき、紫色の花が咲いていました。そうして、日が静かに徹っておりました。ベランダには、 村上さんがいつも寝ていた通りに寝、ね、椅子があり部屋には机も寝台も皆そのままにありますマンデーの棚にはシャボンが残っていました何もかもそのままにあるのに村上さんだけがいない死なれた村上さんが帰ることはないでもこうしていると「おいしろコーヒーを入れてくれ」と言いながら門から入ってこられるようでなりません 私はサイフォンでコッピーをこしらえベランダの床に座って村上さんを待っていました夜になり月が出て裏のアダンの林でオウムがボボボボボーと鳴きましても村上さんは帰っては来られませんでしたマリハツシロウは村上さんのしもべをしていた2年の間 夜は2時間昼は炊事場の日陰で10分ばかり眠り村上さんに喜ばれたいために勤めました寝ている夢の中でも村上さんのようを務めびっくりして飛び起きることがありました私は村上さんの忠実なしもべでありました村上さんはいつも黙っている人厳格な人でしたインドネシアは喜ばしい時には笑い 悲しい時には泣きます。日本人は悲しい時には笑い、嬉しい時には怒ります。インドネシアはそれを理解することができません。長い間私もそうでした。村上さんの優しい心を知ったのは、死なれてから10日も後、村上さんのお骨を入れた骨壺を、船のマストのてっぺんに結びつけ、一人月の光に照らされ、 いるかと話しながらあらふらかいを漂っているその時でしたもっと早く分かればどんなに良かったかそれが悲しい悲しいです私の父はオーストラリアへダイバーの出稼ぎに行きレベックワンのブルームの町で私と妹を産みました母はロマジンにぬがり妹はスクレニといい 父の主人はルーービンという人で、で船の名ははローザ号でした。父は上手なダイバーで潜水具をつけずに1気圧半のところで働いていました1気圧半といいますと約40尺であります私は10歳の時からローザ号の飼い洗いに雇われ重視の年から潜り始めテンダーといって潜水譜の救命ナーを取る役や早期ポンプの係をやり 19の年、父と2人で独立して小さなクリブレで賠償を探して歩きました白人の邪魔にならぬようにバサースト島ゴールバーンウェッセルカンベルランド海峡からアラフラ海アール諸島のドボなど白人のいないところならどこへでも出かけていきました21歳の時父が死んだので母と妹を連れて安房ンンに帰りますと まもなく戦争が始まり、ラハの飛行場に日本軍が上がりました。夜、ラハに火が高く燃え、大砲の音や機関銃の音がし、オランダ軍がこちらの騎士の弁天の砲台から海越しにラハに向けて大砲を撃ちました。その音は長く続き、夜明けまで聞こえ、そうしてひどいスコールが来ました。雨の中でも機関銃の音が聞こえていました。 まもなくラハの飛行場を日本軍が取ったと言いハロンでも戦争が始まりました日本の飛行機がたくさん来て軍艦からもどんどん大砲を撃ちました私の家はオランダ軍が火をつけて焼いたのでトレホの海岸へ逃げました私は母と妹と少しばかりの家財を栗船に積んでブルトのナムレアへ連れて行き私一人アンボンへ帰ってきました 私はオーストラリアのブルームやトレース海峡や木曜島で日本人と一緒に暮らしいくらか日本語がわかりますので日本軍の通訳になって稼ぎたいと思ったのでありますしばらくすると軍役所で通訳の試験があるというので10人ばかりの人と一緒に行きました村上さんが試験官で試験をされましたが皆落第でした なぜかといえば、私どもアンボン人よりも村上さんのアンボイナ子の方が上手で、皆官房語も、ブル語も、チモール語も、スンダ語も、皆よく知っていられたからです。私どもは村上さんの日本語学校で勉強することになりましたが、村上さんは熱心に教えてくれましたが、やがて誰も来ないようになり、姉妹には私だけになりました。 窓にバンダナスの葉が垂れる薄暗い静かな部屋で村上さんと私と二人だけで勉強をいたしました村上さんは一日にたった一つの言葉しか教えませんでした私はそれを読み仮名で書きますとそれで終わりになります村上さんはその言葉をよく理解いたすようにしかしながら 私には少しもわからない例え歯を透か,かしてくる青い日光の中でぼんやりし時々眠りながらそれを聞きましたそれから村上さんは一戸建ての宿舎に住むようになり通訳として舞台からもらう分と別に月3ギルダーで村上さんの食事の世話をしてあげることになりました通訳見習いとして タイから5ギルダーもらいますが、それでは家へ3ギルダーしか送られませんので、村上さんの気に入られて、他のインドネシアにこの略を取られたくないと思いました。タイで私のする仕事は、軍長や村長のところへ行って、住民が山から降りて村へ帰るように進め、また野菜や鶏などを集めさせること、木綿や塩で支払いをすること、部隊の布告の説明をして歩くことなどでした。 村上さんの方は忙しくて、一日中主計家や、書務課や電話室にいて、夜遅くタイから疲れて帰ってくると、少しばかりものを食べ、そうしてたくさんコッピーを飲みました。村上さんは水を浴びると、青くなって咳をし、すぐ風邪をひきました。私はタイから帰ると、毎日そのためにお湯を沸かしました。村上さんは非常に汗をし、何べんも夜中にシーツを取り替えました。 私が聞きますと、ボルネオのジャングルにいるときにマラリアをやり、それがまだ治らないのだと言いました。村上さんは夜食をすると、そのまま朝まで本を読みました。私は嫌ってなりませんでしたけれども、眠られない病気だと聞き、気の毒になり、本を読んでいられる間、コピーと言ったらすぐコピーをあげられるよう、毎晩、部屋の入り口の靴拭きの上に寝ました。 村上さんといる2年の間自分の寝床へ行って寝たことはただの一度もありませんでしたしばらくしてプアサの休みにブルトーへ母や妹に会いに行って帰ってきますと村上さんが「おいシローお前は小さな栗船でブルトーまで行ってきたのだそうだなえらいことをやるな」と言いましたそれで私は「ブルトーぐらいならわけはありませんここからオーストラリアまででも行きます」 15尺ばかりの小さな船で北オーストラリアの海を200回でも航海していましたと言いますと大変感心されたようでしたそれから一月ほどして私がスープにするヤシのミルクを取っていますと村上さんが私のそばへしゃがんで「おいしろ一つオーストラリアへ商売に行くかな」と言いました私は驚いて「タイの通訳の方は?」と尋ねますと タイの通訳は間もななく満期になる。占領されてからではうまいことできんから少し前に潜っている方がいい危ないことをしなければ金は儲からんよどうだ俺と一緒に金儲けをする気はないかと言いました栗船の航海にかけては北オーストラリアのアルネムランドの土人にかなうものはありませんあの辺りの土人はコンパスもチャートもなしで 沿岸監視艇の以下の白人の知らない珊瑚礁のある難しい海を鳥のように自由に飛んで歩くクロコダイル島から400海里もあるボーダーウィンまでたった一人で行きます私はそれほどではないけれどもニューギニアから島伝いにトレス海峡を渡ってオーストラリアへ行くくらいのことはわけがないのであります私どもアンボン人はサムナー法といって星を見て夜だけ航海をいたすのですが 東南貿易風が西北の反対貿易風に変わる変わり目のひと月と、浮き上げのひと月は後悔しません。そうしてどこまでも岸について歩で走り、強い風が吹き出すと船を岸に上げて何日でも休みます。でありますので、船の上で嵐に遭うようなことは絶対にありません。水はマングローブの木からも、アダンのツタからも取れます。食物はサゴでも、ヤムでも、 カニでもまたいくらでも魚が釣れますから食料を積むことはいりません昼は後悔しませんから暑くて困ることもないただ非常に忍耐のいる旅です普通にやる4倍ぐらいの日数がかかりますなぜなら昼は休みますからそれで半分10日のうち5日は風が吹くからそれでまた半分他の船が10日で行くところを私は40日かかります 気の短い日本人にはとても我慢がなるまいと思いますと言いますと村上さんは「よく分かった」「ミミカから先にはオーストラリア軍の哨戒艇がいるがそれはどうするつもりか」と聞きましたそれで私は「ソマーセットや木曜島の物資は皆土人が栗船でポートモレスビーへ運んでいるのです私どもの栗船がその中へ一層混じっても不思議と思わないでしょう」と言いました 村上さんは「そうだなうまくいくかもしれんねえ」と言いました5日ほどのち村上さんはトレホの村長のところからスコールに濡れて帰ってきて病気になりました熱の高い時村上さんは私の顔が分かりませんでした私は寝台の下にいて25日の間自分の手を氷で冷やしては村上さんの足を涼しくしてあげました 村上さんが少し良くなってからは、毎日大抵お湯に入れてあげました。10月のある朝、村上さんが免職されたという噂がアンボン中に広がりました。私はソエのバザールで聞きました。タバコ屋のクッドライは、村上さんが舞台のお金を使いすぎたので、その罰でニューギニアのケクワの舞台へやられるのだと言いました。私が帰ってそう言いますと、村上さんは、 お前などの知ったことではないと大変に怒りましたがしばらくするとシローこっちへ来い俺は考えるのだが俺は日本人を辞めてインドネシアになってもいいなお前たちのように気楽に暮らしたくなったお前の妹でも嫁さんにもらってさ私は次の言葉を待っていましたが村上さんそれっきり黙ってしまったので 気の変わらないうちに話を決めておく方がいいと思って、スクレニがあなたの嫁さんになれば、あなたと私は兄弟になるのですかと聞きますと、それに違いなかろうじゃないか。しかし俺はもう貧乏だから、嫁さんを食わせられんよ。そんならオーストラリアへ行って金を儲けてください。寝台ができたら私がスクレニを連れに帰ってあなたのところへ連れて行きます。村上さんは首を振って、どうせやるなら大きな商売をやる。 俺は羊毛の仲買いをやるつもりだが、下手をすれば一文なしになる。確かな当てもないのにお前の妹と約束はできんね。まあ、やめにしよう。それで結構ですから、やれるだけやってみてください。ダメな時はそれでようございます。シロお前は二年も俺と一緒にいたが、内地から手紙が来たのを一度も見たことがなかったろう。それというのは、 俺には親も兄弟もないからだ。俺はどこへ行って死んでも構わんが、お前には母も妹もあるのだから、俺と一緒に冒険をさせるわけにはいかんよ。と言いました。そんなことはない。私はオーストラリアやアラフラ海で何度も死に損なってます。今生きているのはおまけです。母も妹も私をあてにしていません。あなたが行かれるならどこへでも私は行きます。 すると村上さんは私の顔を見てお前も変なやつだなと言いました私は一人だけの考えで構わず準備を始めましたニューギニアへ行ったらオーストラリアへ渡るための土人の栗船を買わなければならないが二人乗りの栗船の値段はタバコ200本ダンガリー1貫あるいは手尾の2丁赤木綿2貫であります航海にいるものは 骨の舞肌、ヤシの繊維で編んだ丈夫な網釣り道具海峡を渡る時の食料として星バナナ若干ですアンボン島にはインドネシアだけの夜のバザールがありますバザールプーラン月夜の市場と言っていますが今夜は天下天下の山の上その次の晩はハロンの海岸というふうに毎晩ところを変え月のある晩 商人がいろいろな品物を持ってきて、夜の12時から市を開きます。どういうところからどうして持ってくるか知らないが、欲しいものは何でもあります。そこで私は斧一丁と赤もめを二段買っておきました。まもなく村上さんの出発の日が来ましたので、私もタイから暇をもらい、クーリーになって同じ輸送船に乗り、1月の初めにアンボンを出港してニューギニアへ行きました。 初めてニューギニアの景色を見ると何とも言われない悲しい気持ちになります海岸からいきなりマングローブの林が始まり世界の果てまでもあるジャングルに続いていますジャングルは昼も暗く人も毛も何も住んでおりませんジャングルのない少しばかりの海岸にとびとびにパプア人の部落があるだけでありますしかし私どもが行きますと ミミかに海軍の妊婦がいて飛行場を作っておりましたちょうど雨季が進んで寒気に入り風は毎日変わりなく西から吹き南や湖で走るためには今から3月までの2か月の間が一番良いのです私がそう言いますと村上さんはでは満期の手続きを取るからお前はそれまで飛行場作りの手伝いをしていてくれと言いました私は村上さんと離れたところに住み パップアたちと飛行場を作る手伝いをしていますうちに、パプア語がわかるようになりましたので、川沿いのケクワの部落へ遊びに行き、ウンブナムというスルタンと知り合いになりました。ケクワの栗船は、20人から30人も乗る戦争の丸木船ばかりですので、腕3つ分、約5メートルの船とマストを1本こしらえてもらうように頼み、斧1丁、赤木綿2胆、 たばこ5束新聞紙6枚の値段に決めました4月の初め村上さんはようやく満期になりました「私たちは栗船で買い物まで行きそこで安ン,ンへ帰る船を待ちます」と言いますと部隊長は大変に驚いていられました4月17日の朝ミミカの河口を出ると すぐ南へ船へ向けましたが時期が遅れたので風はもう強く吹かず扇子で仰ぐほどの弱い風で帆をかけても船は走りません空には雲もなく海には小さな波もない一日中ギラギラと光る2枚の鏡の間にいるような気持ちがいたしましたオーストラリアのヨーク岬までは70日の航海ですがミミカから南は敵地ですので どこの岸にでも船をつけて休むということができない。それにこの辺りの海岸は、海からいきなりマングローブの林が始まる大洪水のような景色で、そういう寂しい海岸が100マイルも200マイルも続き、パプア人の村も少ないので、こんなところを船で通るとすぐ人目につきます。怪しまれるようなものは何も持っていない。網と釣り道具のほか、3頭が1丁と、 赤組の桶だけですけれどもこんなところにインドネシアが二人もまごまごしているわけはないから捕まれば言い抜けはできませんのですそれで昼はマングローブの林の中へ船を入れ夜も月が落ちて星だけになってから航海するようにいたしました水はヤシの実を用意しておきましたので不自由することはありませんでしたマングローブの根元には親指の頭ぐらいの小さな柿が無数についています 一尺五寸もある泥のような色をしたオーガニもいますシャコもいますヤシのないところには野生バナナもありまして食べることには困りませんでしたけれども月は夜の6時に出て朝の5時まで空にいて航海する時間はほんの2時間ぐらいしかありませんので村上さんは気がイライラとしてだんだん機嫌が悪くなりました世界で一番よくできた栗船は マルケサス諸島の栗船で、幅は1フィートもなく、軽いから手で水でかいても1時間4回りを走り、帆で走るならば15回りは行きます。しかし、ウンブナムがこしらえた栗船もなかなか良いもので、12回りは楽に出て決して遅いことはないのです。村上さん、なぜそう急ぐのですかあなたはオーストラリアへ羊の毛を買いに行くのではないのですか と言いますと、村上さんは腹を立てヤシの実を枕にして寝たきりいつかも口をききませんでしたフレデリック・ヘンリー岬からメラウケまでの間は爆撃機が毎日のように頭の上を飛んでいきましたがある朝船をマングローブの林の中へ入れようとしますと村上さんが寝ていたへさきのところに血のようなものがいっぱいこぼれていますので何だろうと思って見ていますと 村上さんはマングローブの木の汁だよと言いました「マングローブの木からタンニンが取れ木を切ると血のような色をした赤黒い汁が出ますがマングローブを切りもしないのにどうしてここに汁があるのか変だと思ったがそうですかと言っておきました」「メラウケからさらに南へ下ると海岸から八海里も沖までサンゴ礁が出ている」「危険なので 昼か月夜でなければ航海ができなくなりその上急に吹き出す嵐の心配をしながらよほど沖を行かねばならなくなりましたクジラがだんだん多くなり一晩中オルガンのような音が暗い海に聞こえました村上さんは知りませんがこんな小さな丸木船の航海にとっては嵐よりも何よりもクジラと往営が恐ろしいのです。 クジラが船に突き出すと船の周りを回って大きな波を立てて遊び石油管を叩いても脅かしてもなかなか離れようとはしないのでありますエイは1トン半から2トン半広さは半長平方ぐらいのが普通にいてそれが海の上に浮き上がるとラジャーの底の庭よりまだ広く見渡す限り海が一面に赤紫に見えるほどです そうして背中に置いている寄生虫やエボシ貝を取るために胸の底に背中をこすりつけてくるので栗胸などは一遍にひっくり返されてしまうのでありますそういう心配な日が何日も続いたある晩村上さんが私を揺り起こして「海で赤ん坊が鳴いているぞ」と言いました星だけ光る暗い海の上でシクシクと赤ん坊が鳴くような声が聞こえます だがそれは人間の赤ん坊ではない母クジラにはぐれたクジラの赤ん坊がこの船を母親かと思い一心について歩きながらしくしく泣いているその声なのです私がそう言いますとどうしたのか村上さんは急に腹を立てて「おいしろお前母親が恋しくなったのだな帰りたかったらさっさと帰れ俺をその辺の岸へ上げて帰ればいい」と言いました 「私のしくしく泣く声とクジラの赤ん坊のしくしく泣く声がよく似ていて一層悲しい気がしましたクジラの赤ん坊は朝まで船に着いていましたが夜が明けるとどこかへ行ってしまいましたその辺の海岸はこんもりと幼児の茂った高い崖続きで陸にはサゴもわらびもなく 水にも食べるものにも困るようになりました。村上さんはだんだん物を言わぬようになり、毎日一度海の水を汲んで水浴びをするにもビクビクせねばならぬようになりました。私は村上さんの忠実なしもべで、村上さんのことだけが私の考えることのすべてなのでありますけれども、村上さんは少しも私に笑いません。たとえこの後悔がどんなに苦しく辛くても、 村上さんさえ機嫌をよくいたされたら苦しくも辛くも思われなかったでありましょう毎日同じような岸同じような海あとまだ何十日か長い航海がありますのに狭い船の中で村上さんの機嫌の悪い顔を見るので私は勇気もほとんど尽きるかと思いましたしかしこんな長い面白くない航海を楽しいと思う人はおりません 私は子どもの時からこういう後悔に慣れていますけれども村上さんに私と同じようなことを望むのは無理だと思って我慢しましたいっそのことひどい嵐でも吹いてくれればいい何か変わったことそうしてそれが村上さんの気持ちを紛らすものであればどんなつらいことでも良いとそんなことまで願うようになりました村上さんが難しいのは何のためだったか 今となっっててはよくわかっております。その間村上さんはどんなにまあどんなにつらかったでしょうと思いそれを知らないでいたマリハツシロ郎が恨めしいですところで私の愚かな願いはすぐ聞き届けられましたニューギニア本土が終わってから3日目の朝ジャビース島とマルグレーブ島の間で それがなけれればいいいと心配しししていたた。恐ろしい物音を聞きましたそれは大砲を撃つ音と汽車が走る音が混じったようなすごい音で3階りも遠くから聞こえてきました開けたばかりの海を透かしてみますと1匹が半長四方もあるような大栄が20匹ばかり 変ある高く空に飛び上がってはダイナマイトの爆発するような音を立てて平らに海の上へ落ち魚の群れを脅かして食べやすいように一か所に集めながらだんだん船の方へ追い込んでくるのであります私は大きな声でもうこれが最後です2人とも骨まで砕かれてしまうでしょうと叫びますと村上さんは船底に肘を立てて体を起こし 全く静かな声でシロ俺はすることがあるのだからなんとかして逃がしてくれと言いました大エイの群れは30フィートもひと飛びながらこちらへやってくるというのに不幸なことに風はまともにエイの方へ吹いています私は心を決めへさきを回して帰ってエイの来る方へ船を進めました風を利用して 胸の群れの少し前で右から左へ急に紛ってやろうと思ったのです両方の距離が忙しく縮まり今や先頭のエイが船の上に落ちてくるかというところで目をつぶって力いっぱいに風を引きました船は津波のような大波に揺すぶられどんなにひどいスコールよりももっと激しいひしぶきが船の上へ降りかかりました私はもうダメだと思い 目を開けてみます。大江の群れは船の右舷20軒ほどのところへそれ飛んだり跳ねたりしながら向こうへ進んでいましたこれが過ぎると船の行く手は楽しいものになりました私どもは耳ミかミを出てから62日目にバンクス島の灯台を見て トレース海峡へ入りました。木曜島を過ぎればまもなくオーストラリアのクイーンズランドの北端へ船をつけることができるのでありますあれがバンクス島の灯台ですと言いますと村上さんは寝て空を見たまま「そうか嬉しいな」と言って目をつぶりました喜んでもらいたいと思ったのに海の上を巡り巡る灯台のありかさえ見ようともしないので 私は落胆いたたししました今思いますとその時はもう村上さんは起きたいとしても体を起こすことができなかったのでした夜が明けラタリーの最初の島が穴見の上に見えてきました「ああラタリーだ」と貝を休めて眺めていますと村上さんが「おい変なものがやってくる」と指で置きをさしました。 私にととっても珍ししいことが始まりまりた薄黒い銀色に光る高い土手のようなものが白い泡を吹きながら2丁ほどの幅で押し寄せてくるそうしてその上に何千羽とも知らないカモメの群れが飛び降りまた空へ飛び上がって騒ぐので空の太陽も暗くなりその声で耳がつんぼになりそうでした。 それは負荷に追われたニシンの大群が恐ろしさのあまり海の上に十尺も盛り上がりながら動いてくる光景なのでしたが間、ま、もなくその土手は船に衝突し滝のようにニシンがどっと船の中へ流れ込んできました中には高く飛んでマスとやはり着くものもあります「私は沈む」と言いながら夢中になって赤オケでニシンを飼い出しました村上さんは寝たまま 大きな目を開いて私のすることを見ていましたが次々になだれ込むニシンの重さで船は分けなく沈み二人はニシンの中へ投げ出されました泳ぐこともどうすることもできずニシンが脇の下や股の間や顔を突っ込むので大変苦しみました船が沈むと隠れ場がなくなったのでニシンの群れは二つの銀色の顔のようになって船から離れていきようやく泳げるようになったので 辺りを見まますと村上さんんは沈んだ船の支柱にすがっていました私が村上さんの方へ泳ぎ出した時ニシンを追いながら浅く泳いできたフカの一匹がヤスリのようなサメカーで私のすねをこすっていきましたのでそこがペロリと赤むけになってしまいました私は反対の方へ逃げましたがよほど泳いでから気がついて村上さんの方へ戻りかけた時 別な一匹が私の目の前をすり抜けていき、右へ右へと大きな円を描きながら、ゆっくりと村上さんの周りを回り始めました。私は深のそばへ泳いで行って、両手で水を叩き、大きな声で叫びながら、鼻面を掴んで向こうへ押し上りました。深はそれで一度は深く潜りましたけれども、すぐまた浮き上がってきて、村上さんを狙いました。私は村上さんと深の間へ体を入れ、 両手で負荷を防ぎながら、早く栗船の上へと叫びましたその時は負荷の方も苛立ってきて、尾で村上さんを打とうとしますので私は左手の拳を負荷の方へ突き出しておいて、こうしているうちに早くとまた叫びました突き出した腕はうまく口の中に入り、負荷は私の左腕の肘から先を食い取って水の中へ沈んでいきました それから5日目に、私どもはヨーク岬の西側カルン岬の北の人のいない寂しい砂浜に船をつけましたミミカを出てからちょうど77日目でしたここは元コンラッド兄弟のラガー船の基地でしたが真珠貝が取れなくなったので来る人もない大変にさびれ生き物といえばカモメがいくらか飛んでいるだけでした 少しばかり草の生えた砂丘の続きの向こうに人の住まぬ壊れた木造小屋と電信所が見えますこの二日村上さんは眠ってばかりいましたが私は村上さんを揺り起こしてオーストラリアへ着きましたと言いました村上さんは顔中いっぱいになるほど大きな目を開け長い間私の顔を見つめここはオーストラリアのどこだ と尋ねました「ここはクイーンズランドの北ダックワンです」と言いますと「嬉しいなあシロ俺を担ぎ下ろしてオーストラリアの土を踏ませてくれ」と言いました私は右手で村上さんを抱き引きずるようにして砂浜へ上げますと村上さんは砂の上にあぐらをかいて「ああオーストラリアだな オーストラリアだ、と言って手で砂をすくってはこぼしまたすくってはこぼししていましたが急に胸を反らせると今出たばかりの大きな月を眺めるようにして何度も咳をしましたそうして前へかがんで血を吐きましたそれは私が一生に見る血の全部よりもまだ多いと思われるような大変な血でポンプの口から吐き出すように後から後からいくらでも出ました 私は何が始まったのか分からずぼんやりと立ったまま眺めていましたが気がついて血を止めようと手で村上さんの口を塞ぎかかりますと村上さんは私の手を両手で挟みいただくように額へ強く押し当てそれで村上さんの手は氷のように冷たくなってしまいました。 まもなく月は空へ登って静かな海とまばらに草の生えた長い砂浜を照らしました聞こえるものは波の音だけで私の肩に露が降りキラキラ光る玉を作りましたはるかに私はたった一人になったことを知りました私は村上さんの枕元に座って 長い間かかって考えました村上さんの不機嫌は何のためであったのかヤシの実を枕にして寝てばかりいたのは何のためだったのか安盆にいた頃のことまで何もかもいっぺんにわかりました村上さんの肺の病気はもう大変に悪くヤシの実を枕にして寝ているほかはなかったのであります私に心配させまいとして マングローブの汁だと言ったのは毎日そっと海へ吐いていた血の滴りであったのです狭い船の中で咳の音で私を起こす毎年、どんなに苦しんで血を吐かれたことか村上さんは気持ちがイライラとし生きているうちにオーストラリアへ着きたいと焦り焦ったのも皆この病気のせいであったのであります帰りましてからタイの軍医長に聞きますと 村上さんは安本にいる時から病気が悪く夜眠れないのも皆そのためでどうせ死ぬ命なら生きているうちにオーストラリアへ入り込んで一仕事したいものだと考えたということであります村上さんの仕事は羊の毛を飼うことではなかったのだろうと思いますマリハツシロウは村上さんに百遍騙されても恨みに思うようなことはありませんけれども死ぬ最後の日まで 私に心を許されませんでしたことが悲ししくてなりませんしかし人間は死ねば天の知恵をもらいまことも嘘も一目で見通すといいますから村上さんは今こそマリハツ四郎の本当の心を知られたのに違いないそう思って私は満足いたします一人渚にいる私の影はだんだん伸びて砂丘の上にまで届きました。 私は使える方の手で穴を掘って村上さんの体を転がし込み流木を積み上げて鉄木とロタンゴを吸って火をつけましたそれから小屋にあった古い塩豚の壺を洗って村上さんの骨を入れ腰布に包んで小砂でマストのてっぺんに吊るし上げ来る時は村上さんと2人であった栗船で私一人 帰りの海をアンボンへ帰るために船を海の上に押し出しましたあの騒ぎで船を覆してから山頭も網も釣り道具も皆海に沈め栗船にあるのは村上さんの骨と私だけでした私は半分しかない左腕を動かぬように船端にくくりつけ穂砂を腰に巻き村上さんがそうしていたように青の毛にともに長く寝ました 珍しく風は東南から吹き船を海の上に走らせました4日ぐらいから船の中が急に臭くなりました腐るものは何もない気がつきますと左腕の切り口をアダンのツタで強く縛ったままにしておいたのでそこからエソが始まりその匂いだったのであります私は驚いてエソの様子を調べ 私の命はあと10日か15日の間だと判断いたしました。しかし、安房に帰るにはどうしても70日はかかる。腐ったところを切って捨てたいが、三頭がないので切ることもできません。生魚でも食い裂くように、腐ったところを歯で食いちぎってみましたが、そんなことではダメだと知りましたので、負荷に腕を食い切らせてやろうと思い、船畑から肘を出して待っていますと。 まもなく負荷が飛びついて二の腕のところから食い取って持って行ってくれました。私は切り口をチタンの葉で包んで毒が入らないようにし、その後で気を失いました。時々眠りから覚め、ぼんやりと目を開くたびに、空には太陽があったり星があったりしました。次に覚めると、マストの上で揺れている骨壷がありました。 インドネシアのサムナー法という航海術は星を見て夜だけ公開する方法だと言いましたがそれだけのものではありませんインドネシアの栗船が大海へ流されるとインドネシアは青の犬に共に寝て何日でも動かない決心をいたします動くと早く死にます時々スコールの雨水が口から流れ込んで体を養ってくれます少しも動きませんので 大抵六十日から七十日ぐらいまでは生きていて、その間に通る船に救われます。これが本当のサムナー法なのであります。私の船は風に従って東へ行き、また西へ行きました。だんだん体が弱ってきて、目を開いたままいろいろな夢を見ました。二日目ごろ、海の上に二頭立ての馬車が走ってきました。それは、 ジャワのバタビアやスラバヤにあるドッカールのような馬車で船タのところへ来ると魚者が私に「そんなことをしていると信じまうぞ早くこの馬車に乗れ丘まで連れて行ってやる」と言いました私は喜んで船タに結びつけていた左腕のツタを解きいざ馬車へ乗ろうとすると大きなイルカが跳ね上がって私の顔に冷たい海の水をいっぱいに浴びせました それで私はハッとして、どうしてこの馬車は海の上を走っているのだろう。変だなと思って、俺はやはり船にいると断りました。魚車は恐ろしい目つきで私を睨みつけ、波の上を馬車で行ってしまいました。馬車は毎日のように来ましたけれども、その度にイルカが跳ね上がりました。フカも来ました。フカはだんだん気が短くなって、 船の友やへさきをガリガリと噛みましたその間にどれほど日が経ったか知らないが気がついた頃にはもう馬車も深も来ませんでしたそれは一匹のイルカがずっと栗船についていてそれらのものを追い払ってくれたからでありますそれで村上さんが私にくださる慈悲がイルカに姿を変えて守っていてくれるのだと私はそう信じるようになり寂しくなればイルカと話をいたしました そのイルカはアンボンの湾口まで来てそこから南へ帰っていきました。お話しすることはこれでみんなでございます。遥かなるアンボンの島から奥さんのご健康をお祈りいたします。